せーの、大運動会 GTO。 ストーリーモード。西暦4998年、人類の情熱は未だとどまることを知らない。その世界は太陽系のあらゆる惑星へと広がり、文明はその頂点に達していた。社会では一層の機械化が進んだが、それは同様に人体強化、人間性への回帰といった運動を生み落とす。このムーブメントはたちまちのうちに広がり、人々はかつての限界を凌駕する肉体を作り出そうと情熱を燃やすようになった。さらなる進化を目指す彼らは、各惑星に超巨大宇宙ステーション、人呼んで大学衛星を建造し、時代を担う少女たちの育成機関としていた。それは西暦5000年紀を前に到達した文化と教育の頂点である。各惑星には母星からよりすぐられた優秀な若者たちが集まっている。その数実に1万人。ある者は新理論の発見に、またある者は技術の革新に、さらに肉体の鍛錬と、誰しもが再起に富み熱き情熱を抱え、人類の未来のため日夜その才能を磨いている。そして年に一度、その情熱が真っ向からぶつかる日、人はそれをこう呼ぶ、大運動会と。そこで繰り広げられる競技は、どれをとっても一般常識をはるかに超越したものばかり。格闘100メートル走、フィールドバトル、 42.195km 障害物競争、肉体の極限まで戦い、挑みしのぎを削る。その果てにつかむ栄光に、全人類は惜しみない拍手を送る。大運動会、命ある全ての若者の憧れ。本日諸君にここに集まってもらったのは他でもない、今期の GTO に挑戦してもらうためである。諸君も薄々気づいているとは思うが、これは来るべき大運動会への布石となる最終実力評価試験である。諸君にはこれからトーナメント形式で戦ってもらい、勝った者はその勝利の証を敗者から奪ってきてもらう。全ての対戦者に勝利し、見事優勝した暁にはクラス A の称号が与えられ、無条件に大運動会の出場権を手にすることができる。日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮してくれたまえ。教官、見ててください。私、頑張ります。神崎あかり、頑張ります。冒険の誇りにかけて負けないあるよ。おいわマーク、ゲットセット。
崎あかり、頑張ります。冒険の誇り